堀と中堀とエナちゃんってこと。ありがとうございます。ツイッター印刷解説おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。また会いに行ってください。エナちゃん少々下がって一回こんばんは。パクったでしょ。うん、エナちゃんが引っ越してきました。東京ヘルプミーさん、コバありがとうございます。前髪切ってない。前髪切った。今日はラジオの収録をしてきました。ほら、どんどん。それまでエナちゃんが待っててくれました。なんだよ、みっちゃんと二人で寝てたから。寝てたの、うん、練習するってじゃなかった。うん、寝てた。え、そう、りょうはさんのお店行ってた。行ったね。うん、元気ですのは、いちごパワーさん、バラありがとうございます。でもさ、なんかさ、学校内ってこんな暇なんだねって思ったよね。知らん。こっちの方がなんか画質いいの。こっち iPhone 何？ 8。 ちゃんのりさん、お疲れ、ありがとうございます。ハートありがとうございます。でもマジで、あれなの、携帯変えたい欲半端ない。なんか今日さ、顔がなんか薄いね、うん、今日顔違うね、いつもと、うん、えなちゃん、うん、何？何何何？肌が黒い、うん、目。今日も今日とて可愛い、もう可愛いってコメントしか読まないようにするありがとうございます。セニーさん、何これ、トウモロコシみたいなやつ。タンポポだろ。ありがとうございます。可愛いって。えなちゃんスピン、いや、メイクしてますね。今日ちゃんとしてるよ。口塗ってないでしょ。うん、決めの朝ごはん、カイニャのやつでしょ。決めの朝ごはんは、てっちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。決めの朝ごはんはヨーグルト。テロップ逆ですよ。え、でもテロップ逆ですよって来たんだよね。どういうこと、どういうこと。だからこれは赤堀と水鈴木ってことで、鈴木と赤堀ですってことでしょ。え、違うよ多分。だから赤堀、だってメインはさ、赤堀じゃねえ、これ。だから赤堀とでいいんだよ。え、だからそれを逆じゃないって言ってる。もういい、変えるよそういうのも言うね。ほら、テロップ逆だよっていっぱい言うよ。逆じゃないの、そういうのなの。誰、君、赤堀か、はい、でもパクってくんなや。え、ちゃんとひらがなにした。パクってなかった。パクってくんな。え、じゃあ、え、何にする。心折れたな、それな。なんの、え、リップ取ってこようか。できないよ。いいよ、ここにいてあげる。はい、コラボ。今日は何時まで、何時までだろう。時計も何時なんだろう、わかんない。ロッカーに何買ってある。ティオスさんのロッカーですね。これかわいいよ。6時なんだ。まだ昇格おめでとう、ありがとうございます。適当なリップ送ってもいいですか。いいですよ。適当なリップって何ですか。範囲は適当な理由な。はいはいはい。あ、これ私も持ってるえ、カラオケ配信したいよね。いいしな。下手、歌下手くそ。ね、でも歌下手だから嫌だね。ボイトレね、言ってるのにね。唇汚いな。マジで顔薄いな、なんか。え、今日のモバイルサイト、エナだらしい。見たよ。見てください。エナまだ見てない。こうやってった。ね、こうやってやってたよね。うん、見て。なんか撮影の時、なんかモモタンとシルエットが似てるから、うん、モリモリポーズやってくださいって言って、うん、ちゃんとやったのに、しっかり違うんだ。いや、きっと次はモリモリポーズ。悲しい。エナは歌わないですね。可愛いから軽率に落ちそうだって。軽率かな。軽率ってどういう意味。わかんない、軽くみたい。押してください。軽率だ。軽率立ってるよね。2年もね、長く生きてるから漢字読めんだ。君よりは頭いいから。君メールだって。君メールさ、調べるけどみんな君メールのこと知らないでしょ。ほんまは。エナメールないから。ツアー行けなかったからおニューの上履きを着たい。え、そう、おニューの上履きやったんですよ。おニューってやったでしょ。知ってる。なんか君がずっと、そう、世の中で一番好きかもしれない。
好きな歌多いんですよね。今やって何を。だからオニューでもね。やだよ。質問送ってください。質問に答えるんで。アイメイク変えた今日ね。違うね顔ね。だって質問コーナーなかなかやんないから。そうなの。やったことない。じゃあ参加してあげる。質問ください。答えます。えなちゃんこっち映ってよ。もうちょいそっちやって。えなちゃんの方に映る自分めちゃめちゃやばくないと。ん、今食べたいものは。映画見たってなちゃん。映画最近見たでしょ。そう映画見た。何見たの。犬鳴き村。怖かった。怖かった。で今食べたいものは、うん、焼き鳥以上。食べたい。だけど今日はお家でご飯が待ってる。いいな。え、そう犬鳴き村を見たわけ。ほんとみんな見てほしい。あれはマジ怖い。怖いんだ。あの怖くて足つったの。びっくりしすぎて。映画見てる時に。そう。やばそれ。なんかね、あの、え、昨日見に行ったでしょ。え、そう、昨日見に行って。たまんちゃだよ。なんか上から落ちてくんの。え、さ、でも昨日その後さ、一緒にさ、ご飯食べ行った。絶対予告編にもさ映ってるらしいの。そう、ひめたんのストーリー。そう、さっきね、ひめたんと一緒にラジオの収録でした。ええのも怖いの苦手なんですけど。まるちゃんバラありがとうございます。なんかホラー映画初めて見に行ったんだよ。なんか家で一頭は見たことあったの。え、あのさ、ツイッターとかさ、インスタとか写真なさすぎて更新ができないっていう。いや、自撮り送ってあげる。送ってみー。載せてあげるよ。じゃあ本当になんて書いてほしい。研究生鈴木奈美ちゃん。研究生鈴木奈ちゃんです。全く髪フラのレッスン今日してないよね。うん、練習したよじゃん。でもうん、したけど髪ボサボサやん。えらい今日綺麗だから。髪また茶色くなってきたくない。そんなことないよ。そんなことないよ。なんかインスタをさ。マーコくんかわいい、ありがとうございます。インスタはうん、なんかそう、いろいろ考えてるから、そんなさ、軽くさ投稿してなくない。インスタって何が。インスタ、うん、そう、最初インスタだけのつもりだったんですよ、私始めるの。うん、気づいたら始めてて、なんかずっと。何だっけ、何の話してた。インスタ、え、ね、うん、インスタのストーリー機能の、うん、あのあれがしたいの。なんか楽しそう。質問みたいなやつ。そうやりたい。楽しそう。みんなやってるよね。もうなんか迷ってたんですよ、ツイッターやろうかなみたいな、インスタだけにしようみたいな。でそれで出遅れたわけじゃなくいいんですけど、なんかマネージャーさんにどうしようって言ったら、何、めっちゃ唇赤くなっちゃった。いいじゃん。えしたら、うん、なんかマネージャーさんが、うん、もう始めちゃいなよみたいな、うん、まあ、とりあえず作りますみたいな、うん、3月1日までにもう一回考え直しますみたいな感じだったんだけど、うん、なんか気づいたら3月1日始まっててみたいな、うん、もうみたいな感じだった。膝が見えない。一日は一回。いや、そんな一日一回はしないですよ。まあ三日に一回とか。一ヶ月に一回。一ヶ月に一回したらさ。出遅れたのは青海と。それに青海とラインしてて、なんか気づいたら、待ってもうみんな乗せてんじゃんみたいな。やば。膝綺麗だって。もうめっちゃ今気温。膝上げないの。下ろして。タンポポありがとう。週一で、そんなツイッターでも一応あげるもんなのかな。わかんない、あげてる先輩があげてるね。イズリンさんとかレオナさんとかあげてるよね。あゆかさんもやってる。ほんと毎日イズリンみたいなやつ、かわいいね。そういうのでこの二人のコンビ名はわかんないです。ないです。考えてよ。じゃあ船かコンビ。バカ野郎。バカ野郎。なんて呼ばれてんの。えなきみ、きみえな、きみえな、どうなんだろうね。どっちでも、なんでもいいよ。しゃぶしゃぶみたいな。しゃぶしゃぶ。ホリエだって、ホリエ。メール毎日送ってますよね。送ってます。送ってます。赤丸だって、やばい。鈴木みだって、いつね。
人ありえない出来事。え、でも3つ目ってなんか赤きおもろい好きラブ。なんかさブログも前に来たよ、もう今日送ったよ。なんか喋ってないの、なんだっけ、言うこと忘れちゃったじゃん。あ、なんかこちらも知らないっす。メールでなんかいつもの人とご飯食べに行きますって送るの、だいたい君って。なんか顔赤くないね、顔赤いの、このカメラ、カメラじゃないですか、何これ。歌が好き、赤と丸だって、それは合ってるけど。エナのポーチ、これおすすめ、これおすすめ、これおすすめだよ。リサ言ってたら絶対誰も使わないよね。これこの鏡誰も使わないよね、これ。これいいよ、100均。大変なツイッターとインスタ、じゃなんかね、ツイッターとインスタ同じにしたくないみたいな。今日コンディション良さそうって、うん、普通、うん、中のゲット。これは大分のコンサートが一番良かった気がする。びっくりしたいもん。こんばんは、何何何、誰かいるよ絶対。めっちゃなんか揺れてる、お化け、お化け、お化け。これ使ってください、使ってください。これおすすめだよ、これ。え、誰でも使えるやつ、うん、え、これめっちゃ持った、うん、え、これは誰でも使える。あ、ダメだよ、これ見させられてる。これ、え、これめっちゃいいですよね、これ。すごいよ、乗ってみ、これ今乗ってあげようか。いいわ、いい、うん、だって今日綺麗にした、キャンメイクじゃないですね。え、このエモアリップマジでね、あのね、リップのあれが一瞬で治る、本当に使ってほしい。これ商品紹介、これ可愛くない、この T シャツ、うん、やばい。クロポンハートありがとう。え、なんかこれ薬用なんだよね、多分取れちゃった、知らんけど、また知らんけど、ちっちゃく唇のひび割れ、ハート型ウイルス熱傷中だって。こうな、ハート型ウイルス、声やばくない、カッサカサ。ハート型ウイルスに、これは第三類医薬品って書いてある。やったことあるよ、知ってる、知らない、興味ない。ふざけんなよ。え、でもね、これね、興味持って、なんか1200円くらいするの、割とスピンズなの、これ。それ100均だって、スピンズって書いてあるよ、100均だって。これね、1200円くらいするけど、割といい。そうなんだ、これはマックのリップ、お姉ちゃんがくれた。なんかお姉ちゃんがグアムに行った時に買ったらしいの、このリップを。買ってもらったって、おじいちゃんに。でもなんかマットすぎて使わないって言ってくれた。興味ない。これは赤堀ちゃんがくれたよ、この。興味ない返し。たまに使ってる。なんかさ、面白いことしよう。シーアスプラッシュワンさん、花束、クロポン、音符、ありがとう。な、面白いことって何、うん、面白いことしよう、なんか面白いことしてじゃん。考えてるよ。考えてんだ。うん。指すまだって。これさ、どっちか、どっちか。尊い、ありがとうございます。ポッキーゲームだって。ポッキーないもん ね、それな、恵んでくれたらやる。ピッピッピッってやつじゃん、再生ボタンにしよう。ピッピッ、何書いてあるの、後ろ。なんか音楽のとこって可愛い、うん、なんか北野優くん、えなちゃん何の歌知ってるの、48グループ何の歌知ってるの。今日前髪切った時も前髪伸ばしたくて生誕で一生短くしますとか言ってたのにさ、もうさ伸ばしたくなってる。大富豪やんないですか、やってますよ大富豪ぐらい。涼しい質問ですが答え、でもね、オーディション何歌った、でも忘れたんだって、それを。え、めっちゃ気になるんだけど、え、誰かに言ったことある、うん、なると思う。
え、わかります。えなちゃん何歌いました？何歌ったやな。クロポン、だるま、ありがとうございます。何歌ったの、えなちゃん。え、何歌ったっけ。何歌ったの、気になるんだけど。言ったことあんのかも。え、何歌ったの。え、でも誰かと一緒の歌歌ったの。あれじゃね、紙飛行機みたいな。え、違う、みんな歌ってない。え、なんかさ、待機してる時さ、ほぼほぼさ、紙飛行機だったもん。紙飛行機歌うのかと思ったよ。え、そうそう、え、何歌ったっけ。本音も思い出せなくて。こんにちは、はじめまして、フォローしてしまってありがとうございます。ママ、ママなら知ってる。え、何歌ったの。気になるんだけど。本当にわかんない。何歌ったの。ハートが通るんですか。そう、3個ぐらい送ってダメで。何歌ったっけ。いや、すごくない、逆にハート型ウイルス歌ったんだよ、あそこで。何歌ったと思うよ。強すぎって、自分なんで。なんかダメとかある。なんかカラオケで、カラオケ審査みたいなやつだったから、そのカラオケにない機種はダメみたいなだったよね。マジ何歌ったか覚えてない。どうしよう。ツイッター始まって楽しみや、フォローしてください。ツイッター、え、そう、ダンサーごめんね様だよね。何歌ったの教えて。本当にごめんなさい。あ、初日なんだっけ。もう覚えませんよ。お疲れ様です。ショールームしてます。ショールームしてます。ごめんなさい。ももたちんさん、タンポポありがとうございます。え、歌った。めっちゃ笑ったんだけど今。忘れ方あるよ。面白い、面白い。マネージャーさんだよ。初日です。クロス。なんかえなちゃんのさ、画面顔伸びない。伸びるやつ。伸びる加工してる。してない。えちごパワータンハート。マジ笑った。バラありがとうございます。最初さ、なんか本当さ、上手い人しか歌っちゃいけないさ、うん、歌みたいなやつさ、歌おうとしててさ、やば。え、そう、誰かも歌ってたんだよ。カエニャンじゃね。カエニャンだよ。カエニャン最初見るか。わかんない。カエニャンだって一人目でしょ。違うよ、カエニャンどの子だっけ。え、だから2人後とか2人前とかの人だったの。割と近い人だった。隣はエナです。モマメ撮ってください。モマメ頑張ってますか。モマメ頑張ってる。いつもモマメ書いてるもんね。うん、スギくん、タンポポ、カヨ、バラ、ありがとうございます。え、じゃあ聞いて。ありそう。なんかさ、じゃあ聞いて。エナのさ、メールでさ、コーデ紹介やってたの、毎日の私服紹介、自分のだけど、同じ服しか着ないからさ。1週間ぐらいで終わってさ。本当ですか。うん、昨日。てかさ、誰に撮ってもらうの写真。自分で撮るの写真。うん、すごい。でカメラ立てて三脚で撮るか。うん、で昨日は悩ん。写真撮りたくてもさ、どうやって撮ってんのと思って、みんな。え、これか、このスマホケースか。ああ、ね、撮れるの。壁にくっつけてるやつ。カオリさんとやれたのも戻ってます。ライコーさん、ハートありがとうございます。え、そう、あれ自分で撮ってんですよ、写真。昨日のコーデ紹介バリ長い。ね、そんな、何を書いたの。だから全部着てる服のブランド書いて、ファッションポイントみたいな書いて。ファッションポイント。いや、わかんない。で、なんか昨日は悩み撮ってもらいましたみたいな書いて、うん、今は春服が欲しいですって話書いて。ゆみちかやさん、ハートありがとうございます。自撮りしてんのマジ偉い。え、でも握手会とかの服は誰かに撮ってもらってる。きみちゃんは自撮りまだ慣れない感じ。だってご飯マック食べてない。食べたい。食べた。調子かった。みっちゃんと食べた。クロポン、ハートありがとう。やだわ、なんかやじゃない置いてさ、急いでさ、3、2、1みたいに撮ってるんでしょ。え、7秒タイマーだもん。だってやば、クソ、どうでもいい、7秒は。だから今日の私服紹介も、あの、いつもと同じ服着てるからないと思ってください。撮ってあげるじゃん今日。だからいつも同じ服紹介した。久しぶりじゃないその服。うん、久しぶりに着たでしょ。だから最近、あ、そういえば今日17グラム行ったね。17グラム、17キログラム、2回目ぐらいだけど。お腹すいたの。かやちゃん、うま、ありがとうございます。
え、そう、念願の17キロカロリーに近いっすよ。お腹空いて喋れないもんだって今。え、なんか、え、なんかそうそう、ママとネットで見てた服が売ってて欲しかったけど、えなはママと買い物に行かないと買わないって決めてるんですよ。なんで？え、なんでだろうね。ママと洋服一緒に買いに行くんだよ。お腹空いてもちょっとダメだ。一気にできないもん、お腹空いて。うん、頑張って頑張るわ。いいな、味噌カツ。え、あ、サバの味噌煮だった、間違えちゃった手羽先いいな。焼肉だ。え、そう、ママが買ってくれるっていうのもそうだけど、自分なんでだろうね。なんか自分でさ、服買ってさ、ママにそれ可愛くないとか言われたらさ、言われないもん、そんなこと。いや、めっちゃ言われるもん。だってまずママと趣味違うから。いや、ママと趣味違うよ、なんか、うん、え、わかんない、なんか合うもんと合わないものがある。じゃあ、なんか自分で勝手に買う。ん？自分で勝手に買う。いいじゃん。クロポ、今から餃子作るよ。いいな、名古屋駅の新幹線ホームのきしめん食べてみたい。めっちゃ食べてみたいんだよね、あれ。ん？めっちゃ食べたい。電車とかに。だるい感じの配信好きです。だるいんではなくてお腹が空いてるんです。うなぎさん、ハート、ありがとうございます。水ならあるよ、ここに。飲むな。ラーメン食べたい。白すぎて。早く春になってほしいね。それ今日もう飲まないかいんだ。ジャンバー着たくないもん。いいね、それな。なんかさ、写真昨日さ、閉まんないんだけど、このペットボトル。じゃ、昨日さ、写真がさ、逆だった。おい、なんかさ、1万何枚になっちゃって、写真が、うん、そろそろ利用量危ないと思って。晩ご飯は違うし、なんか500枚ぐらい写真消したのよ。すごいじゃん、そんな消すのあったので、なんか自分の服とか昔の写真見てて、うんうんうん、なんか聞く気がないって。若いなって思った。めちゃめちゃ聞いてるわ。聞いてないよ。バリ聞いてるわ。1万写真あって500枚消したんでしょ。うん、消して。なんか夏っていいなって思った。聞いてるやん。メール届いた今。めっちゃ短いメールなの。何？昨日撮ったプリ送って、うん、お気に入りねえ、やめとけ。もうお気に入りなんだって本当に。ねえ、聞いてほしい。夢の国に行きたいな、早く。なんか行く予定もないのに早くとか言っちゃうんだ。誰か連れてってください、本当に。えなを無理やで、自分で行け。優しい人なら連れてってくれる。1月に行ったもんだって。ヨジリンハートありがとう。1月に行ったもんだからね。去年から行ってないんだ。1月にね、あやいさんとね、ほのろさんとね、あいちゃんと行った。あれ本当にね、すごいんだよ。公演の後に行ってんだよ。すごくない？ね、聞いてよ。うん、すごくない。だって2回公演の後、そのまま夜行バスに乗って行ったんだよ。おめでとう、おめでとう。マジで夢の国行きたい。あと海外行きたい。クラスメイト以上。何？おもろい。でも早く数期なんだ、踊りたいんだけど。やって知ってる。エアちゃんと赤堀さん、どっちが足長いですか。当たり前だろ、鈴木なの決まってんだろ。誰だよその質問してきたの。名前教えて。分かんないの、ね、名前教えて。ガチでこれぐらい近い。ドラパンダさんがそんなこと言ってんの。うん、ドラパンダさんが言ってんの、うん、どっちが足長いですかって、うん。えなちゃんってさ、確かさ、本体が足なんだよね。うん、そう。足が本、足にえなちゃんついてるみたいな。シーアスプラッシュワンさん、アイスありがとうございます。怖くないよ。え、なんかさ、一回足の長さ測ったのよ、うん、ねえ、知ってる、90センチだったでしょ。え、そう、でも絶対そうだよねって、なんか測り直すねって言ったじゃないな、うん、だけど結局測り直ししないっていう、めんどくさくて。えなちゃんの前髪がいいって。うん、まだノリだよ、前髪ね。今公演やるなら何公演やりたい。だから制服の上だっていうの。そうなんだ。
やりたいんだって、制服の梅公園の楽しそうじゃないですか。テレテテテテテレテテテテしか知らない。そうだからやりたいの。さあ、か上がり懐かしい、やったね。どうだっけ。消えて太陽が来る。僕の太陽って何？僕の太陽、周年月じゃん。めっちゃ難しいやつだから、右左みたいな。何それ？撮影覚えてない。君は今僕の太陽。え、だよね。合ってますかこれ？合ってないって絶対。合ってないかな？合ってるって。持ってるって。何曲目？見るわ。あのフラットさんがセンターで。ブルーさんとみよまるさんがいて、うん、あのしましまのズボンの衣装のやつあるじゃん。じゃあ分かんないよ。分かる。なんかその説明パーティーしか覚えてない。パーティー、パジャマドライブってあれでしょ。電車の中でのやつでしょ。キミちゃん何でも覚えてるよ。会いたかった公演だった。会いたかった。制服が邪魔をするみたいな。なかったっけ、その歌。知らないもんな。知らない、絶対知らないんだよ。バージョンの焼き公園が行っちゃうんだよ。一番好き。レディゴーゴーゴー、レディゴーゴーゴー、アイドルの夜明けが来た。レディゴーゴーゴー。ハックンハート、ありがとうございます。夜明けアイドルの焼け、リセットも好き。あれ、奇跡は間に合わないだろうがいい。リスタートって何？リスタートって何？って何？あ、リスタートは SKE がユニットだけ変えた気がする。そうだっけ。私はあなたの彼女にあるよね、その歌。合ってる？聞いてる？ちょっと合ってるか気になっちゃった。合ってるって聞いてる。本当？すごい、めっちゃ知ってるね、みんな。セミさん、あれでも好き。タンポポありがとうございます。なんだっけ、あれ、あの、あれ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 、おニューのさ、なんだっけ、何わかんない。おニューとか全然知らない。ここてん、ここてん、ここに天使がいる。合ってる。ここてんいいっすよね。ここてんはね、ここてんで合ってるよね。めっちゃ好き。見たことある？ないって。やばいよマジで。ここにだって天使がいる。そう、ユニットがまず神。言ってみたいの、ユニットなんて。奇跡は間に合わないの、あの後ろの人後ろの人じゃない、あのこうセンターと二人いるんだけど、うん、そのここの人どっち、左側の人。忘れ物なな、ベンチ歌ってるとこ。わかんない。忘れ物のようなベンチ。の人をやりたい。よくわかんないんだよね、あんま知らないんだよ。ジッパーは知ってる。この世界が雪の中に生まれる前に。ジッパーもさ、この世界のもう雪の中に生まれる前にさ。あれだよね、うん、NMB だよ ね、 ね。この世界が声出ない声出ない。わがままの流れ星が、デッドボディ、そうだよ。大事夢のデッドボディ。ね、そう、なんかさ、DMM でリバイバル配信が見えるらしいの今。見れるよ、見たもん今日。どうやって見るの？ DMM 開いて見る。あの月刊のところ、うん、ないない。 いや、いつもと同じやつしか。それは知らん。見えるって言ってるけど見えないと。調べよう。青春のラブタイム。何の歌が好きですか？なんか知ってるか。まるちゃんハート、アップさんハート、ありがとうございます。パソコンからログイン接続できるって。冷たいキミちゃんだって。通常運転すぎた。うん、そうな。キミちゃんのベル初アンダー見ました。あるんだ。
え、そう、今なんか、あの、ショックしたら何の、うん、初アンダー、もう初アンダーとかも楽しかった思い出しかないわ、うん、楽しかった、めっちゃ楽しかった思い出がある。ジャンプ兆し好き、届きそうで、届きそう、なんちゃら、なんだっけ、ん、背伸び、背伸びしよう、かかと、かかと、上げろよ、いっ夢は高い木の実、おイエーイだ。かやちゃん、ね、かわいい、ありがとうございます。プライオリティはね、いいよね。歌えないもん、軽く歌える。公演したい、公演したい、公演したい、青がしたいな、うん、したいね、青がね、青がしたいんだよね、うん、青が大好き。ウケるんだけど、ゆなちゃん、何が、なんかほんと面白い。イメージ、動物園やりたいな。赤堀さん詳しくて驚きだって。ユスの初アンダーとかさ、本当になんかマジで終わった後にね、すいませんでしたって覚えて言った。一人公演だって、一人公演しようか。NMB 好きすぎない、めっちゃ好きなんですよ NMB。 え、ね、マジで動物園したい。滑り台見れないかもしれないって、紹介して、うわ、え、どうなるんだろうね。いつ新幹線かな。いや、知らんわ。全然知らないよね。前も知らんわ。どうなるんだろう。え、ね、マジでやりたい。何が？何をしたいの、あなたは。動物園。やんないじゃん、今ここで。見ててあげるから。せーの、ドゥンドゥンちゃん。出てくるとこからよ。ドゥン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 。チューン、チューン。雨の動物園か。歌詞わかんない。絶対そんな何十年もくらい前の話だよ。もう10日前の記憶もないのに覚えてないよ。ゆなたんパンダ行ったことあるの？誰？行ったことあるよ、パンダ。パンダ。ゆなちゃんブルーローズやってんだ。え、ね、本当に、ね、動物したことありますよ。一緒にブルーローズ行ったことないよね。ない。拒否った。そうなの？拒否ったとかじゃなくない？え、なんかキビがいないところにエノは入る、うん、そう、なんかいないときにさ、ブルーローズやってるよね。本当にそう、キビの代打です、ブルーローズのエノ。そうなんですか？そう、らしいよ。誰がしたの？うん、言われた。そうなの？キビがいないときはエノみたい。エノちゃん、そうだね。最近何やってんの？キンニ？だからブルーローズだって、この前もだっていなかったじゃん。うん、全通だったもん。金にだって2人で金にやってほしい。死んでもやりたくない。マジでやだやだやだ。苗の生誕も決めとかやってたの。他の人でもあダメなんですみたいな。あんちゃん、うん、他の人でいいんです。もうさ、結構半年ぐらい前かなやってたよね、ブルー。あれ、金に、金にやってたね。エナ、ま、オールマイティやってる最近。え、なんかほんとブルーローズしかやってない。なんか3回、なんかこの前3回連続みたいな。あとした、うん、3回ともユニット違う時あった。すごくない？キューキー誰とやったことあるんだろうね。キニー、アオミかな。え、なアオミ、みっちゃん、うん、ふいちゃん。え、誰だろう、全然覚えてないな。アオミしか覚えてない。ゆっちゃんのかないの？ないかもしれない。こんなん全然覚えてないですね。お姉ちゃん役って誰がやったことあるの？ふいちゃん、あるやったこと。あるある。あおみ、みっちゃん、あーや、うん、ゆっち、ふいちゃんだけ？案外いないね。誰とやってたんだろう、全然覚えてないな。え、何やってたことないじゃん。ブルーローズしか覚えてないもん。動物園とかさ、なんかセリ難しすぎてさ、あーってなってたら思いしかない。シアスプラッシュワンさん、花束ありがとうございます。おつまこと言ってるわけないよね、妹しかやったことない、うん、何、おつまこがいるってこと？ない、違うよね、うん、どういうこと？おつまこと言ったことない。大福館って言われてんだけど。ん？顔が丸いらしい。でもさ、ここが骨なのよ。うん、ほら、わかる？うん、骨感伝わる。うん、伝わるって。だからさ、うん、永遠に顔は丸いんだよね。頑張る。またありがとうございます一種の上に
何やってるの？赤すぎる。もうショールームやめようかな。ねえ、そんな割とやってるよね。うん。もう一度やってるね。ハートありがとうございます。ウィンテッタ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 テ。ほら、やっぱり丸いイメージあるんだよ。そんなイメージないんだけど。ない？どんなイメージ？うん、足が長い。なんか可愛いイメージとかないの？ミルちゃんに対して？うん。なんか足が長いって感じ。興味ないよ絶対。キミちゃん可愛い。ありがとうございます。35分もって言ってそんなやったことないんだけど正直。いつも15分ぐらい。何話すんですか正直。うん、わかんない。日々あったこと。え、毎日アイドルですか？してない。違います。うん。え、毎日アイドルってすごいよね。毎日アイドルしたことないもんな。なんかさ、そんな喋れる時間があったらそんな喋れるのがすごい。最近何やったっけ？最近なんもない。うん、昨日遊んだじゃん。一日だけ顔交換してほしい。だって絶対嫌ねんけど。なんで？この顔が嫌な。なんで？それ理由ちょっと聞かせてよ。ん、自分の顔で良くないって思っちゃう。嫌だ。嫌なんだ。めっちゃ嫌いだもん、この子。ね、自分の顔でどうにか生きてきたんだよ。月一アイドルもう終わりだよ、月一さん。ね、自分の顔以外って想像できなくない？だって。うん、できないね。別に自分大好きとかじゃなくて、うん、なんか普通に自分の顔でいいやって思っちゃう。うーん、できないじゃんって思っちゃうの。うん、だって結果できないじゃん。うん、そういうなんか妄想とかできないんだよね。4月に会いましょう。そうですね、4月に会いましょう。透明人間になれたら何したい？何したい？何したいのよね、透明人間だったら。知らない人に尾行したい。キモ。クソ野郎じゃねえか。何でしょうね。いや、でも何しようかな。なんだろう、さあ、口悪いね。うん、私。何したいんだろうね。透明人間になったら何したいんだろう。全然思いつかない。キモって言われたんだけど。キモいんだよ、やっぱ。なんだろうな。なんかこんな思ってるんですか？さきさんの風呂場に入りたくないみたいなファンの方は思ってるんですか？ファンの方は思ってるんですか？大分の唐揚げと目時のチキン南蛮どっち食べたい？チキン南蛮。いや、もうチキン南蛮最近好きだよ。なんだろう、別になんかちょっと透明人間になって何やりたいことってないんだねって思った。今だってパッと出てこないね。うん、瞬間どうしたい。何やりたいんだろう。団子汁飲んだよ。飲んだじゃん。食べたよ団子汁。何それ。何したいんだろうね。何もしたいことない。寝たい。寝たいよね。うん、うん、寝たいみたい。海外行きたいな。透明。透明になったんだって。楽しくないよ。ね、それな思ったよ。だって夢の国とかさ入ったってさ、透明だから楽しくない。そうだよ。結果透明な人間になったら楽しくない。とりあえずなんか東京行くわ。透明人間だったら。うん。何な？パスポートあるよ。パスポートあんの？すげえ。あるでしょ？ないよ。期限切れのなんかそう。なんかさ、パスポートのさ、証明写真あるじゃん。聞いて？ちょっとピースして。聞いてる、聞いてるよ。あるじゃん。うん、だから、あの写真ってさ、普通笑っちゃいけないじゃん。うん、だけど、ちっちゃい頃に撮ったの。うん、5年前とか、小3とかなの、うん。笑ってたって。なんか、にやけてる写真が。あの本当に見てほしい。超どうでもいいんだよ。超いい。でもすごくないって。だからなんか世界で一個みたいな。何笑ってる人。全員そうだよ。違う、笑ってる人がいるって。笑ってないでしょ。笑ってないよ。真顔でしょ。うん、もにやけてんのって。絶対ない。あのなんだっけ、学校のさ。ちょっと真顔になってみてよ。無理だって。
真顔になるもん、笑い顔みたいな。めっちゃできる。笑顔みたいなやつ。なんかだからできるよ絶対。だからね、聞いてよ本当に。学校のさ生徒手帳あるじゃん。あの写真もさ、なんか口閉じてくださいって言われたの。でもなんか口閉じて、いや写真撮ったやつが結果前歯出てたの。だから証明写真前歯だけ出てんだよ。めっちゃ恥ずかしくない？学校の？うん。いや持ってないよ。学校のか、なんかさ3年間変わるじゃん、ああいうのって、うん、中学とかって、うん、あった中学の時。中学ない。ない？うん、本当あったんだけどさ、3年間変わるやん、うん、並べたらさ、マジでやばかった。なんか本当にここだけ出てたの。今日卒業式？明日か、あ今日か明後日か、あ違う昨日か、わかんない。2人とも聞かないって。そうだね。でもお腹すいた。鈴木さんって呼ばれてんだ。ここなんか名前の気圧に咲き隣で寝ていたり。普通話しか見合ってないって言うけどさ、いつもこんな感じじゃない。うん、なんか常にさ、お互いがいつも話しか見合ってない。そう、2人とも話聞かないから。今日泊まりに来る予定だった人違うよ。行く言ってたじゃん。今日じゃないし暇だから。今度練習ある時言ってたじゃん。ないじゃん。はいはい。それな、公園ないのが寂しいよね。公園って今言ってないよ。レッスン公園って書いてあるじゃん。もううるさいな。鼓膜破れそう。ここエナマルから見た決めのいいとこ。モザイク。なんだろうな。ないね。本当に仲良しだよねって。割と優しい。ヨハさんとこ行った話もうした、もうしたよ。ねえ、マジで話聞かないね。聞けねえよ。本当に最低。言わない。いいよ。こんばんは。いいよ。二人でハート作ってだって。ん？絶対やだよ。一人で作んなよ。はい、キモいキモい、片思いみたいな。なんかさ、ツイッターとかでこういうの告知するんだよね、普通。うん、よろしくお願いします。そうだよ、バカだね。こびってねえよ。こびってねえわ。姉妹みたいだって。こんな姉妹絶対嫌だよな。でもさ、ゲリラがやっぱり一番いいよね。そうやな、いつも言ってるよ。何が？9時からやりますとか。昔やってた。絶対にシェアできるよ。そう、なんかこれツイッターとして連動できるし、ね、しない。しない。インスタとツイッター連動させてって。しないんでしょ。さ、したらさ、うん、どうなの。だから投稿したら見えるんでしょ。だからツイッターに赤堀記念配信中みたいなやつが上がるの。違うって、ツイッターとインスタだって。どういうこと？ツイッターある。だってもうさ、そういうさやり方わかんないもん。どうするな。755。755って何？だってさ、でもさ、ツイッターとさインスタで同じ写真が投稿しましたって来てもさ、あそうですかってなるよね。そういうこと？そうそうそう。あ、なるほど。あそうですかってなっちゃうよね。同じやつじゃんってならない？そういうこと？インスタあげる。ね、何の人と使ってるの？めっちゃ綺麗だよね。ねえな、わかんない。下はクリオで、うん、上は一度ハウスで。おお、だってみんな聞いてた。ないでない、今日。とりあえず頑張って、私は写真を撮ることにします。うん、エナみたいになりな。なんでだよ、なんでエナちゃんになんなきゃいけない。いつも写真撮ってる。いつも自撮りしてるよね。うん、すごいと思う。もう画面用だよ、あれは。もう5日ぐらい自撮りしてないわ。それは持ったわ。毎日家でしてるようなえらいから見て。面白い。全然面白くないんだけど。インスタにあなちゃんの写メ載せていいですか。いいよ。いくらいくら。1枚いくら。100円でいいよ。100円。安くない？100円で載っけるんだよ、うん、なんか高い。あれ10円とかにしてた。キミちゃんの写真大体ブレてる。ブレてるぐらいがちょうどいいよね、自撮りって。だってキミちゃん自撮りの腕前磨きなんだって。なんでやだよ。
マジで千鳥いい感じに撮る自信ある。自分、うん、でもさ前さなんだっけブログのさ写真の自撮り全部角度一緒だったよね。うん、じゃあでも、うん、あの角度じゃないと嫌になるの。なんで？もう絶対今は右斜め上って聞いてんの。やってよ今ちょっと下げして。無理。右斜め上？だからこう角度にならない。こういう角度にならないとかな。こういう角度にならないといけない。そうだからモバメも全部角度一緒なの。すごいね。ないもんそんな角度。こう撮っちゃう。わかる。そういつも一緒じゃん。でも結果一緒じゃん、ね、結果一緒だよねやっぱ自撮りって、うん、する価値ないよ自撮りって。だって腕長いからお前らしいよ。関係ないもんだって遠くで撮るとブスだもん。引きでエナちゃんみたいに撮るとブスなのって。そうなの、うん、だから自撮りする顔じゃないのかもしれない。だからうちらさなんでさスマホでさ、うん、顔見ずにさ鏡越しね対応して喋ってるよねさっきからね。鏡越しで喋ってる。でもなんかいつもでもたどりするときは、うん、誰かに撮ってもらうときは、うん、青美か金ちゃんかな。昨日内縁だったじゃん。なんかその昨日は内縁なんだ。うん、その辺にいた人と。そうなんだ。誰がうまいかな。でもこの人はエナの可愛い角度を知ってるらしい、うん、言ってた。自撮りより絶対かっこいいじゃん。そうずっと言ってるこれ。昨日のオアシスの屋上誰撮ったんだっけ。あれエナちゃんだっけ。キミがさ、あ全身のやつ、うん、エナが撮ったよあれ。なんかさ、うん、全部おかしかったんだって。でもまみに送ったまれや。違うエナちゃん悪くないの、うん、私が悪いのあれは。君が悪い。あれ私が悪い。被写体が悪いからね、うん、悪いんだよ。じゃあ、うん、見てる人が4000人いったらやめるね、うん、オッケー。みんな赤堀決めだよ。キャッチフレーズやってよ。久しぶりに聞きたい。いやね、うん、ずっと聞いてないよ。なんかさそういえばさこの前足乗せてくるな。モータにいじめられてやな、うん、なんかさあのさ劇場初日出た時あるじゃないですか12月31日、うん、その時のさ劇場初日あそういうことね。そう31日のやつにさ、うんうんうん、エナがさなんかさ笑顔になっちゃいましたみたいなやつあるじゃん。あれそれじゃなくない。それなんだって。それもやつだろ、うん、その時にもう目の前で聞き返してきて思ったんだ。もう悲しくて。あれなんだっけなんだっけどこだっけ初めての握手会参加みたいな時のやつが一番好きなんだけど。なんか横浜でしようするだっけ。ですよね横浜ですよね。なんだっけなんだっけやってよやってよ大好き。あれ本当に嫌なんだよ。あれでエナちゃんと仲良くなったもん。好きでそれが好きで、それが好きでユナちゃんと仲良くなったもん。めっちゃ面白いじゃん。逆にキャッチフレーズ変えた方がいい。知ってる人いないよ多分。もう言ってよじゃん。絶対知らない。知ってますか皆さんそのエナのなんか変なキャッチフレーズ。サイン変えたよね私。うん。ちょっと髪ないかな。探してこよう。ズッキュンの前ね。でこれで通過できる格好してるから今。通過していいこれで。うん。4000に超えたって。京都でやってないのそれ。なんか1回か2回で終わったよね。1回とかじゃない1回きりだよ。見てよかったな。どっかの手通してくれ。横浜だったやっぱり。やっぱ知ってるんだ、うん、いたよやっぱり。ちゃんってさ、トゥルトゥルトゥルってやった？やってない、出てない、そっち。ロッカーの整理ぐらいしようよ、だって正論、今したやん正論。誰がやった？どっち？こっち？うん。ちょ、今ね、開けたらね立ち位置表が多すぎてさ、大変だよね。うん、シュレッダーかけたり。シュレッダーかけてないもん、だってね、だって顔周りに消えない方が絶対いいよねって思うんだよさ。何でも可愛いよ。うん、思ってないこと言わんで。サイン変えたの今書いてる。どう？うん、
見えない、これしかなかった。見えるかな、これ見えないな。ねえねえ、こっちかして。ありがとう。どうこれ、何かやった。だって見せてあげるよ。え、あの触るとあれしちゃうから、ボケボケするやつ。これだって、え、ひらがなサインね、ダサいからね、ちょっとやめた。めっちゃチョコのニュース。チョコ入ってたいなくない、こういうサインの人。変えてみた。いや、もうサイン変えたい。なんか可愛いサインないかなだからさ、イラスト感バレあるよ ね。いいでしょ、だってなんかさ、かぶんないじゃん。で、誰だっけ、誰、なんかよくいるくない、こういうサインの人って。いない。君のさ、こういうひらがなの人めっちゃいるんだって。ウサギ可愛いって。いや、可愛いか、あれ貸してやったティッシュ。いかかな、開けるよ。こせる、捨てます。エコパのメセカ持ってんの、すごいね。エコパのメセカなんかごじってるの。え、絶対さ、テーブルについちゃうよ、それ。あー、ウェッティで。あ、やったな。それ頂戴しちゃった。消しゴムで消せるんだ。あ、ね、待ってところだったやば、携帯熱っ。これですよ、あのミサイル。どう、かわいい。最近ね、あのショールームするとね、時ね、スクショのね、やつ撮ってんの。あ、ね、言われるの。はい、やちゃん、やちゃん、んお札で消してる。こうやってリュウさん撮った人、白髪がすごい。撮った人、撮った、ぜひ SNS に上げてくださいね。撮りました。こっちがスクショした。そうだよ、 Twitter 載せて。目閉じてなかったら可愛いじゃん。何それ、可愛い、ありがとう。可愛くない、あれ。タカタカ、もう一度だって。花束。じゃあもうこれやったらやめるね。光飛びがすごい。さっきの顔してよ、何っぽいの。え、もう、うん、かわいいかわいい。はい、はーい、よいしょ。え、スクショしない方がいいよね、これ。タグ付けできないのか。もうじゃあやめます。うん、あれやめます。エラちゃんはまだ続けてていいよ。うん、13位シュンタさん、ありがとうございます。12位ポチさん、11位カイサさん、10位ザッキーさん、9位上海さん、8位ヤッホーさん、7位ハイスさん、6位みなみちゃんさん、5位マコポンリンゴさん、ありがとうございます。4位カズさん、3位セニさん、2位ケロヨンさん、1位ライコーさん、こんばんは、ありがとう。ぜひいろんなチェックしてください。以上、え、なんと君江でした。バイバイって言ってやめないやつ。いや、じゃあ焦らすタイプの人間じゃん。バイバイって言ってから、バイバイって来てからやめたい。来てるよ、バイバイ。可愛いって、いっぱい可愛いって来てる。バイバイ、嬉しい。